人類最強の28歳へ5、4、3、2、1くん勝負よえきっつよマジではいどうもピッチピッチの28歳全力絶叫 YouTuber B モレルです。ということで、まあとりあえず私事ですが、まあ本日6月25日、28歳の誕生日を迎えました。あの冒頭でお見せした動画っていうのは、まあ昨日ね、あのいつも一緒にね、まあ YouTube 一緒に頑張ったりとか遊んだりもしてる、まあギータと千葉シンと大チャンネルの3人にね、あの誕生日を祝ってもらってた時に、まあその誕生日の瞬間、まあ、ビリヤードしてたんですけど、誕生日の瞬間ちょっとね、6月25日になった瞬間にちょっとビリヤードをガンってうまく決めてね。大人な感じで28歳幕開けしようと思ったんで、結局盛大なね、あのスカッシュをかましまして、まあ全然かっこよくね決まれなかったんですけども、言ってしまえばとんでもないエラーっすよね、ボーンヘッドっすよね。最初にそういうミスをしておけば今後はね大丈夫かなとね、はい、一応ね祝ってくれた人たちにはね本当に感謝してます、ありがとうございます、楽しかったっす。でなんですけども6月25日、この28歳初戦ですね、Bモレル、オリックスは首位の福岡ソフトバンクホークスとの試合ね、もうゲーム差がもうとんでもない3やってますけども、まあ、ここを仮にね3立てできれば、結構まだ優勝への目は見えてくるのじゃないかなと俺は思ってて、もちろんその上位その CS 圏内にも入るやろうし、だからそれだけにね、ここのホークス3連戦結構大事になってくるね、はい、逆にここでもう盛大に負けようもんならちょっといよいよやばくなってくる優勝がってところで、この B モレル28歳初戦ぜひとも勝ってくれと、はい、もう昨日の俺のビリヤードみたいなことはね、はい、ないようにというところで負けました。あのいろいろね今日の試合に関して言いたいことがあるんですけども、まずあの普通に有原投手に6回までノーヒットに抑えられました。苦手の有原投手に、今日も6回までノーヒット。俺やばいな思ったよ、誕生日にノーヒットノーランとかも前代未聞よ、もう筆記チームが、これはねもうちょっと28歳波乱の幕開けになってくると、ちょっとね嫌な予感はしたんですけども、まあ結果的にね7回にノーヒットノーランは回避してくれたんですけども、はい、いや焦ったね、有原投手に6回までノーノーされた時はマジで焦った。まあまずそこはね一個ヒット一本でだけでね優勝へ、でまあまあヒット一本ででもとりあえず優勝はしたんですけども、まあ結局今日7点取られてるんですよ。まあまずね先制点はねこの下位打線にね、まあ、ラッキーな形で先制されたんで、まあそこはいいとして、これ次の点ですよね、まずあの周東選手を塁に出してから、今宮選手がバントをして、まあピッチャーの曽谷投手がバント処理をするところで、曽谷投手悪送球、でそのままボールが点々とライトのフェンスまで、森友哉選手がねカバーに入ったんですけど、森友哉選手を超えて、ライトのフェンスまで到達しまして、その間にもちろん一塁ランナー周東選手はホームイン、そしてなんとバッターランナーの今宮選手も、ホームイン。結果的にあの今宮選手はバントしただけやのに、まあ、結局ホームランと変わらんっすね、まあ、エラーやからランニングホームランにならんけど、もうバントホームランっすね実質。まあ、萌えプロでしか見たことないやつすんなよ、バントホームランなんかね、萌えプロでしか見たことないんよ、萌えろプロ野球でしか。童話がいてもバントでホームラン、ランニングホームランですよ。ないよ。ようやったな、逆にバントでランニングホームランとか。何で、ピッチャーの曽谷投手が内野から投げた球が、フェンス直撃。既視感あるよな。去年の、なんか、織姫でやったかな。広岡選手がサードゴロ処理して、そのままライトフェンス直撃の球掘ってたけど、それでまたランニングホームランやけどさ。デジャブ。だからね、B モレルお決まりの暗黒ゼリフ、見たことないプレーすんなよって言うてくれるけど、見たことあった、内野から投げて、変直すんの。普通は見たことないプレーやと思うけど、みんな。ごめん、俺見たことあってん、このプレー。だからさ、そういうとんでもないプレーをさ、2年連続で我慢してくれー。これね、ビリヤードのエラー。もう、あれレベルのエラーよ、もう。もう、ほぼ入るぐらいのね、ビリヤードをやったことある方分かると思うんですけど、もうイージーなんですよ、あのビリヤードのショット。そのイージーショットをもう空振りで透かして。そのレベルよ。俺がビリヤードでエラーしたのと同じようなエラーすんだって。フラグなってるやんけ、俺の昨日のエラーが。俺が全部エラーのジャッキをついたと思ったら、俺のエラー伝染してるやんけ、おい。
結局途中までノーノーやったから、途中まで俺はノーノーされつつお笑いプレイを見せられるっていう最悪の誕生日を過ごしたわけですよ。うん、勘弁してくれと。7回に有原投手から太田選手がチーム初ヒットしました。はい、優勝へ。だからそっから打線がね繋がって、こっから西川選手ヒット、森友哉選手タイムリー、紅林選手タイムリーで、これ4連打、2点返しました。3対0から3対2まで1点差まで詰め寄った。ノーノーで絶望的な状況やったのが、なんと1点差まで来た。これは完全に流れ来た今だと。はい。まあ結局そっから宗選手がポップフライ打って、頓宮選手が三振したんで、まあね、うん、もうちょい行ってほしかったところなんですけど、結局下位打線が最近ね弱いんでね、うん。まあまあ言うてもね、うん、1点差。はい。まあここからも完全に流れはオリックスですから、はい。そっからしっかりとね、オリックスのピッチャーを抑えて、これ2回の攻撃頑張ってくれと。次のね、8回表のホークスの攻撃。本田瞳同士がマウンド上がったんですけど、普通にボコボコにされて4点取られました。はい、うん、ボコボコ。オリックスの流れやったところを、普通に平然とホークスがいつも通り、うん、全員開拓とかも打ってきて、うん、4点取られました。はい、ジエンドです。俺は長年野球見てきた。これは完全にオリックス勝つ流れやね。ノーノー終わらして、しかも1点差まで詰まって、うん、負けてるけどなんか勝ってるみたいな空気やった。っていう中で、相手チームも普通萎縮してね、三者凡退とかやるんですよ。うん。そんな中、普通に4点取ってくる。あれ、どうやって勝てんよね、マジで。この流れはね、オリックス勝てたよ。本当に。今までなら勝ってたかもね。うん、特に前回のその西武戦とかさ、結構まあオリックスが結構楽に試合進めたよ。多少やらかしても相手も流れ譲ってくれるから結構楽に勝った部分もあった。それで勝ち越してちょっとオリックスいけるかもとか思ってたところもあった。うん、ホークスはそうはいかんかった。うん。本当にね、この試合は西武とホークスの差をまじまじとね、見せつけられたような、そんな感じですよね。結局7対2で敗戦です。本来今日俺ね、この試合生配信終わって、で、まあその、もう一本ね、生配信の枠で、B モレル生誕祭みたいなね、ちょっと毎年やってるんですけど、それやろうと思ったんですけど、急遽中止です。はい。こんなお笑いプレイ見せられて、こんな周囲のチームにボコボコにやられて、こんなお通夜みたいな空気で、え !28 歳イエイ最強の28歳イエイイエイイエイありがとうおめでとうイエイありがとう、そんな空気なるわけないやろ。無理やろ。こんなお通夜みたいな試合して。俺だけ、28歳優勝や冗談対外せよ。だから全部、オリックスとホークスが悪い。誕生日にお笑いプレイ見せつけてくるオリックス。誕生日に、無慈悲にボコボコにしてくるホークス。勘弁してくれー。ということで一応今日は生誕祭中止ですが、まあ、またね、生誕祭延期になっただけなんで、明日勝てば生誕祭やります。生誕祭生配信。はい。で、明日負けたらまた中止です。はい。で、勝つまで生誕祭生配信やらないです。勝ったらやる。うん。だから、オリックス勝たないと俺の生誕祭は来ないから、YouTube 上で。うん。だから本当、明日オリックス絶対勝ってくださいよ。あと、ちなみに明日絶対勝ってほしいんやけど、生誕祭のためにも。もう一個勝ってほしい理由があって、明日負けたら自力優勝消滅なんですよね、オリックス。早くね？だってまだ6月よ。6月で自力優勝消滅よ。なんか毎年なんかセミが鳴く頃には自力優勝消滅みたいなネタで言ってたけど、まだセミ鳴いてへんやん。暗黒時代に作った歌そのままなってるやん。まあ、自力優勝消滅しても優勝できるけど、まあ、ちょっとネガティブなワードあんま聞きたくないんで、まあ、本当に自力優勝消滅阻止のためにも、B モレル生誕祭のためにも、明日は絶対勝ってください。ということで、フルライトエブリー！